こんにちは、アスカです。今日はですね、久しぶりに料理炊き込みご飯に挑戦します。はい、それでは寝癖のままスタート。はい、今日はですね、きゅうりをなんと炊き込みご飯の中に入れちゃいます。なんでこんなに大雑把に切ってるかと言いますと、あれを使うからです。なかった、きゅうり刻みました。次は人参。人参って適当に切って茹でてマヨネーズで食べるのもうまいですよね。あの指が痛いんで、ここの今指がこうなってます。はい、最後にマヨネーズ。本当はちくわだったんですけど、なんかね、なんかすごい緊張しない。はい、じゃあみりん、スプーン使うのがめんどくさい。大体みりん入れすぎるとやばいってよく親から聞いてたんで、このぐらいにしておきます。こんな感じです。スタート。今日のあるあるは、最近冬で寒くて布団何枚も着るじゃないですか。毛布とかね、上布団っていうんですか。私は布団を朝まで綺麗にちゃんと着て寝たことがない。必ず綺麗に足で蹴飛ばして翌朝寒ってなっておきます。はい、気をつけます、気をつけます。はい、頭切れてる。完成しました。はい、湯気がすごい。それではいただきます。めっちゃ牛肉でもめっちゃなんか和風で美味しいです。これはゆっくり夜ご飯にいただきます。なんかきゅうりって温めるとなんかスイカの匂いがするのは私だけでしょうか。バイバーイ。